はい、どうも、コミです。さて、本日はですね、スーパージャイアントの動画、お届けしたいというふうに思うんですけども、今回はですね、戦術こんなのがあるよというご紹介よりは、その使う配置ですね、この見極め方に関して重点的に、お話をしたいなというふうに思います。まあ、私の動画はですね、過去、スーパージャイアントのジャイヒーの、戦術ご紹介しておりますけども、試してみてくださった方で、ちょっとうまくいかないぞっていう方多分いらっしゃると思うんですね。で、そういう方は特にですね、まあ、こんな配置を対象にして使ってみるとよりうまくいきやすいですよというところをねお話ししたいというふうに思いますので、ぜひねその配置の見極め方というかいうところをですね参考にしてもらったらと思います。で、今日ね、結構何本か動画を見ていくので、途中でこう切りながらやっていきます。最後まで見てると結構時間かかっちゃいますんでね。あくまで要点を、お伝えできる範囲で、まあ、動画を止めますので、まあ、そこはちょっとご了承ください。動画というかアタックですね。で、まあ、そもそもこの、スーパージャイアントのジャイヒってどんな戦術っていうところなんですけども、まあまあ、もう分かっている方多いと思いますが、スーパージャイアントですね。このジャイアントがスーパー化したユニット。まあ、これがタウンホール12から使えるんですけども、こいつにですね、ヒーラーをつけて、さらに、ボーラー。まあ、この3体のユニットですね。こいつらを、ガンガンと、トリオにして突っ込ましていくような戦術になります。で、スーパージャイアントって壁を殴り開ける力がめちゃくちゃ強いので、まあ、今みたいにですね、全然この辺の壁とかってジャンプ使わずに殴り開けるんですね。なので、レイジの呪文をより多く詰めるということになってくるわけですね。壁開けのまあ失敗も、配置をしっかり選びさえすればリスクは少ないと。いうところですね。で、レイジーとボーラー、あとスーパージャイアント、この相性がめちゃくちゃいいので、まあ、こんな形でですね、どんどんスーパージャイアントボーラー部隊にこうレイジーを、かけていきながら、進めていくと、スーパージャイアントは壁を殴って縦になる、ボーラーが、後ろから、遠くの施設も含めてこうね、壁の向こう側も含めてこんな風にエアスイーパーとこういうところですね。どんどんボーラーが刺していき、後ろからヒーラーがレイジに乗っかって、回復力をものすごい高めながら、こう、スーパージャイアントをやられないようにですね、こう、サポートしてくれるというところですね。さらに、スーパージャイアントってイエティに比べて、コストが低いので、より多く持っていけるわけですね。そうするとどうなるかというと、パネトラップで飛ぶ、リスクっていうのが、イエティよりも小さい。まあ、飛ぶんですけど、飛んだ時の、飛ばされるコストが少ないわけですね。スーパージャイアント1体だと10枠分。で、イエティは18枠なんで、1個のバネトラップでこの8枠分の差が生まれるわけですね。あとは、シングルインフェノタワーとか、に対しても、やっぱりスーパージャイアント数がいるので、1体やられたからって、まあそんな大した影響ないですね。イエティは1体やられると、結構、後ろのボーラーがダメージ受けやすくなるんですけども、あとは、まあ、ギガインフェルノとか、まあまあ、そのインフェルノタワーはマルチですね。こういうのに、ボーラーが打たれないようにもなるわけですね。つまり、スーパージャイアント数持ってくるんで、5体以上、ボーラーの前にこう立ってくれさえすれば、ギガインフェルノやインフェルノタワーのマルチからボーラーが打たれないわけですよね。っていうような形で、盾役としての性能がものすごい高い。これがスーパージャイアントです。で、それをですね、今使う村がどういう村かっていうと、今このジャイアントのアタック、まあ、見てもらうとですね、もう一回見てほしいんですが、これ結構ですね、もうこの配置はもうどう見てもスーパージャイアント刺さるなっていう、イエティでもいけるかもしれないけど、まあ、言いたいのはですね、こういう風に壁の中にしっかりスーパージャイアントが入っていきそうな配置なんですね。例えば今スーパージャイアントを、ここから出していきましたよね。で、ここら辺とかに、防衛施設がこうあったりすると、こっちに流れちゃうリスクがありますよね。その防衛の方に、壁の中に入らずに。で、そういう風じゃなくって、これがないので、スーパージャイアントが、まっすぐとこう、上から来たから、すいません。でもまあまあ、壁の中にこうですね、壁を殴って壁の中に明らかに入るような配置、こういう配置を選ぶべきなんですね。で、入っていけば、そこの壁の後ろからボーラーをちゃんと流し込むようにこうね、サイドカット、両サイドきっちりこう、やっていくことによって、ボーラーとスーパージャイアントが、まとめてしっかりこう壁の中に入っていき、あとはもうヒーラーをくっつけてレイジーをガンガン使っていくというようなね、形を作ることができます。で、入った後も重要ですね。入った後もこれ回路とかになっていたりしても全然使えるんですけど、一番嫌なのはダミー壁なんかがいっぱいあるようなパターンですね。そうするとスーパージャイアントボーラー部隊がバラバラになっちゃうんで、そういう配置は向きません。まあ、今回のこの相手の配置みたいに区画がすごいわかりやすい配置に対しては、スーパージャイアントが進む先がすごい読みやすいんですよね。なので、ジャンプの呪文もこういう風にまあ使ってサポートするもよし、
もうちょっとこれジャンプ遅かったんでスーパージャイアントがこう殴り開けちゃいましたけども、まあ、殴り開けさせてそっちに進めるもよしということでね、区画がまあ、ある程度整備されていて、スーパージャイアントのその壁殴りによる、進み先がある程度こう見えるような配置っていうのが非常に使いやすい配置になります。で、もう一個ですね、こんな配置も使えるよっていうのを見せていきますが、これを見終わったら次は使えない配置をダダダッと見ていきます。で、これもそうなんですよ。壁の外側にですね、防衛があんまないんですね。今回、パンツェッタさん、ここからスーパージャイアントを入れていくんですけども、見てほしいのは、この周り、アチャトが1個、壁の外にあるぐらいですよね。ここにテスラがちょっとありそうに見えるんですが、ここにテスラがないことが、まあ、ちょっと、この段階だと分かんないのかな。思い切って出してたかもしれないですね。ただ、ここにテスラは出てこないというふうに読んだんでしょうね。読んだので、壁の中にしっかりと、スーパージャイアントがこうですね、間違いなく入っていきます。外に防衛がなければ、こっちに進むと。で、しっかりサイドカット、この辺ですね、こう、ウィザードでやっていって、ボーラーを、スーパージャイアントの後ろ側にこう確実に、入るようにしていきます。で、浅めのレイジがポイントです。早めにヒーラーをレイジの上に乗っけちゃうんですね。そうすることによって、スーパージャイアントがどんどん回復して、ここまで突っ込んでいますけども、結構体力満タン状態になってますよね。このような形っていうのを、なるべく早めに作り上げることがすごい重要です。で、まあ、パンツェタさんの場合には、ね、ここからですね、コウモリを使っていくっていう、まあ、攻め方をするんですけども、まあ、スーパージャイアントこういう形で、ターバンにして、後ろにヒーラーをつける、ボーラーをつける、形ができてくれば、なかなかですね、序盤から終盤にかけて、こいつらを、防衛側は倒しきるのがすんごい難しいんですね。まあ、ちょっとこれ、ばらけちゃってますけども、後からしっかりこう、スーパージャイアントが合流してきてますよね。で、またジャイヒの形が復活してます。中心部に突撃艦を放っていけば、あとは中を蹂躙してくれるので、外周がこう残ると。で、外周がこんだけ残っているんですけども、呪文まだ6枠残ってるんですね。コウモリ5枠のフリーズ1枠と。で、これだけの呪文の枠を残しながら、スーパージャイアントでここまで、壁の中をですね、こう、振り抜いていけるっていうね。この呪文の節約効果っていうのがすごい大きいので、余った呪文をコウモリに当てるっていう、まあ、こういう戦略が成り立つわけですね。まあ、これはちょっと、私も試しに使ってみたんですけども、配置をしっかり選べば結構使えます。ウィズ島なんかがですね、なるべく序盤で壊せる配置がいいですね。まあ、今回パンテタさん多分最後ここが残ることは読んでたと思うんですけど、かなり上手い方なんで、読んでたと思うんですけど、まあ、残ったところで、まあ、クイーンとかですね、まあ、ロイちゃんとかが残りさえすれば別に、まあ、この辺っていうのは火力低いんで怖くはないですよね。まあ、こういうところにシングルインフェルノとかが最後ね、こう残ってしまったりなんかすると、もしもね、ここに IT が、シングルの IT なんかがこう残ってきてしまうと、結構それは、一番最後、手強い防衛になるんですけども、まあ、ウィザードの塔を終着点にするっていう考え方は、コウモリ使う上では結構ありですね。コウモリ最後まで残すっていうよりも、最後に残る施設がもう、なんて言うんだろう、そんなに防衛力ない施設だけが残るような場合、だから今のウィズと2本だけが残るとか、そんな場合ですよね。っていうのは別に思い切ってそこをコウモリの終着点にしちゃってもいいと思います。コウモリ全部やられても、残ったユニットがそれ壊してくれるんでね。特にヒーラーを使う戦術の場合にはこういう方法は結構いいかなというふうに思いますね。で、ここからがですね、NG 集になっていきます。NG 集でごめんなさいなんですけども、まずはこれですね。こういう配置、これね、ダミー壁みたいなところが結構ありますよね。ここ、壁の外側に防衛がこういっぱいあるじゃないですか。これ壁の内側っぽく見えるんですけども、壁ここ開いちゃってるんですね。ここのところが開いちゃってるんで、スーパージャイアントが入っていけちゃうんですよ。こうなると、壁の中に入るスーパージャイアントだったり、外に流れるスーパージャイアントがみんなバラバラになっちゃうので、ジャイヒーの形が仮に作れても、それをしっかりですね、維持し続けることができないんですね。どういう風になっちゃうかっていうと、まあ、今回なおさらですね、ちょっとミキさん、面で、この辺にこう面でですね、スーパージャイアントを展開していって、ジャイヒーからの、まあ、ネクロマンサーを使った、ジャイヒーネクロみたいな格好を作っていくんですね。まあ、サービス終了編成的なノリの、攻め方になるかと思うんですが、まあ、確かにね、上半分にウィザードの塔とかマルチインフェルノが固まってるんで、下半分っていうのはコウモリで壊せるからそれを狙っていったっていう狙いは面白いんですが、やっぱスーパージャイアントってこの動画を見てもですね、束にならないとあんま強くないなっていうのがわかりますね。序盤にこういう風に、ジャイアント代わりにタゲを問わせるわけですね。で、後ろからネクロを広く出すと。よくネクロを広く出す編成の特徴として、ジャイアントを序盤の盾にするっていう手はあります。で、まあ、ジャイアントに比べて、すごいコストあたりの体力がスーパージャイアント高いんで、まあ、合理的は合理的なんですけども、
まあこれだけ火力が集中してるとこにこれやってしまうと、あっという間にスーパージャイアントが溶けてしまって、まあやっぱりそうは言っても10枠分のユニットをね、7体とか8体使うとなかなかのいい、コストになっちゃいますので、やっぱ中心部に入れたユニットがあっという間にこう、受け切ってしまうということになりますね。こういうような使い方は、だったり、この配置に対しては、まあ、ジャイヒの形も難しいと思いますね。あんまりおすすめできる、配置ではないのかなというふうに思います。さあ、では次ですね。こちら見ていきたいと思うんですけども、さっきのパンセッタさんがですね、攻めたこの配置っていうのも、ですね、やれなくはないんですが、この入り方がちょっと、厳しかったかなって思います。多分ですね、まあ、パンティサさん、この攻め、ジャイヒーからのコウモリっていうのを、なんとか仕上げようっていうふうに、考えてらっしゃるので、多少無理してこの編成あっきで村を選んだところがあると思うんですよね。なんですけども、ちょっとそれが、今回の配置、相手に対しては裏面出たというところですね。こういうボーラーの勝って非常に見事ですね。細かいところですが、うまいと思います。で、まずは、このタウンホールめがけて、スーパージャイアントをジャイヒの形で突っ込ましていきます。序盤は、ババリアンキングで相手のババキンを、倒しながらターゲットを取り、この辺サイドカット代わりにこうね、処理をしていきます。スーパージャイアントに対してはちゃんとジャイヒの形、後ろからグランドウォーテンですね。さらにボーラーをこれから交えていって、ジャイヒーボーラーの形がここ綺麗に出来上がるんですが、何がまずいかっていうと、このタウンホールのところで、ユニットがこう、二手に割れちゃうんですね。見ていてもらうとわかるんですが、これジャイアントが割れてますよね、ここに。タウンホールの両脇に。そうするとヒーラーが片っぽしか回復してくんなくなっちゃうし、おまけに、仮に両方にですね、ヒーラーがうまくばらけたとしても、回復量が起こってしまって、ついていけないんですね。で、おまけにこのエアスイーパーがあることによって、ちょっと最終的にはグランドボディの中についてしまったってとこがあってですね、こんな感じですね。で、ジャイアントがですね、ちょっとヒーラー、ジャイヒーの形がちょっと綺麗にできずに、倒れてしまったと。まあ、結局そのジャイヒーがばらけちゃうと何が起こるかっていうと、ヒーラーが片一本しかつかない、ないしはヒーラーまでばらけちゃって総回復量が下がってしまい、相手の防衛施設から受けるダメージ量とのバランスが取れなくなってくると、まあ、いうリスクが生じるんですね。なんで、スーパージャイアントはなるべく出したものが全部束になって進むようにすることができるかどうか、これ非常に大事です。1本目2本目のリプレイで今全開が取れてたのは、多分そこがしっかりですねできてたっていうのが大きいですね。まあ、なので、半分も壊しきれないうちにスーパージャイヒー部隊がやられてしまい、本来壊すはずだったこの、ウィズ島だったり投石機っていうのが壊せなかったっていうのが、まあ、今回の、パンセタさんのこの敗因につながったポイントになります。でですね、もう一個見ていきたいんですけども、ジャイアンさんがこのアタックですね出してくれたんですけども、これね、区画的には結構スーパージャイヒーを通しやすそうに見えるんですね。この辺とかですね、こういうとこからこうスーパージャイアント、ヒーラーを出していくと結構いける気はします。で、反対側もそうですね、こっちからでも多分いける、こんな風に流すか、ないしはこんな風に流すかって感じですね。ただ今回の、ジャイアンさんのアタック、上から行ってるんですね、ここから。まあ確かにこれは合理的ではあって、相手のババキンとアーチャークイーンをここで殴れてしまうから、まあ、スタートをここにしたかったっていうのはよくわかります。ただやるんだったら、もしかしたらですね、これ、もう少し、ユニットを歩かせていって、スーパージャンプを上から出さなくても済むようにすべきだったかもしれないですね。まっすぐジャンプをかけて、ここにこう通していこうとするので、見ていってもらいたいんですが、出す場所がこうなってくると、ばらけちゃうんですね。スーパージャイアントとボーラーたちが綺麗にここからこうですね、ばらけていってるのがわかると思います。ここから中に入っていく部隊もいるんですよ、確か。いなかったっけな。あ、ちょっと、まあ、入っていってないか。あ、いや、ちょっと私の、あ、そうですね、入ってきましたね。こうばらけてますね、完全に。ここですね、こことここにばらけちゃってると。ヒーラーがそれぞれを回復しているので、総回復量が下がってしまう。で、中央に入ってきた部隊の回復が間に合わずやられてしまっているうちに、今度火力が低かったこの久慈側のこっちのジャイアント部隊っていうのもじわ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 やられていって、で、最終的には両方とも潰れちゃうっていうパターンですね。なんで、なるべく束にして、序盤をこう通していってですね、まあ結果論ですけどね、これも結果論なんですけど、例えばこっちからスーパージャイアント部隊を入れていきながら、突撃艦イエティかなんかで思いっきりここ突破兵器で折っていくっていう手は、タウンホールを折っていってぐるーっと回していくスーパージャイアントヒーラーをなんていうような、まあ格好がもしかしたらこれは成り立った配置だったかもしれないですね。刺さらないくはないんですけども、出す場所がちょっと不確定要素を生む場所だったかもしれません。
ではですね、お、さやさん、リングありがとうございます。ですね、最後、直近のボンクラからですね、ちょっと攻めを見てもらいたいと思いますので、一旦そちらに移ります。はい、ではこちらですね、ポンコツのボンクラーからなんですけども、ですね、私がですね、さっきのパンセタさんと同じジャイヒーコウモリで取ったのが一発あります。で、これをね、取るまでにどうしてもこの攻め使いたかったんですよ。なんで全ての村を見たんですね、使えるかどうかを。ただ使える配信が本当になかったというところで、まずこれ、あやでさんが取っているのが、これ、ライドララッシュで取ったのかな、確か。なんですけども、こういう配置って壁の隙間がこういうところに空きまくってんですね、こういうところに。開きまくっちゃってるので、もうジャイアントが壁の中に入っていかないから、もうばらける様子満載ですね。こういう配置にはスーパージャイアント、系はちょっと使いにくいですね。で、こっちにまあ入れてきてはワンチャンあるんですけども、その後出てってからですね、例えばこういうとこがもうばらける要素満載なので、あんまり使いたくはないと思ってこれはやめました。で、同じイクスっていうのが、まあ、これにも当てはまりますよね。まあ、私、これですね、ちょっと別の、攻め方で攻めたんですけども、まあ、後から思えば、まあ、スーパージャイアントボーラーでも良かったのかなって気はしますが、まあ、ヒーラーと合流させるアイデアがあんまなかったんで、ちょっとダメでしたね。これ使えなかったです。ただ、この配置って、やっぱり、ここまではいいと思うんですよ。ここはね、スーパージャイアント系で一気に壊せると思うんですね。ただ、その後、外に出てから、もうばらける要素満載なんで、ここから出ちゃうとも、スーパージャイアントの仕事ができないなと思って、これはディガホグで僕攻めました。まあ、ただ失敗しちゃったんですけどね。で、これ飛ばします。これはですね、まあ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 格好的にそれができるので、やったんですけど、どういう考え方でいったかですね、これもダメですね。こういうところの壁、こういうところ、こういう隙間がすごく嫌なんですよ。こういう隙間、例えばどこからスーパージャイアントを出しても、どこから出してもですね、必ずこの辺通んなきゃいけないじゃないですか。真ん中を、中央を経由した段階で、その中央でユニットがばらけちゃうんで、多分これはやれないなと思ってやめました。で、最後これかな。これも同じですね。もう壁の隙間がありすぎる。こういうのは絶対にもうスーパージャイヒーやったらばらけるパターンなんで、やらなかったんですね。で、これ、なんでじゃあこれを選んだかっていうと、さっきの2番目の配置にまあ非常に似てるんですけども、2番目の配置との違いっていうのは、ですね、ここに水筒が3本ありますよね。2本か。で、マルチ範囲攻撃施設っていうのが、まあ、この2個しかなかったんですよ、外周部に。ここにすべてのマルチ、攻撃施設が固まってるので、この今白枠で囲った中さえ、スーパージャイアントで壊してしまえば、あとはコウモリ回せるだって思ったんですね。なので、無理やりこれやりました。ただ、ここの通路、こういうところですね、こういうところ。やっぱりね、やられちゃいます。こういうところでね。ばらけちゃうんですね。まあ、私のサイドカットがヘボいっていうのもあるんですけども、ダメでした。で、まずは食い火で援軍処理をしていきます。まあ、これはまあ、無難な方法を取りましたね。食い火でやっぱ援軍処理できるんだったら、まあ、ジャイアント部隊っていうのは援軍に対して全くノーガードなんで、なるべく先に倒してた方がいいと思います。で、食い火からのジャイヒーって結構ですね、いいですね。サイドカットを食い火にやらせておいて、ここからジャイヒーを、クイーンを追い越すように出していくんですね。こんな風に。ここにクイーンがいたら追い越すようにジャイアントを出していくと、ヒーラーがスイッチしやすいので、非常にジャイヒーの形が作りやすいと。ただ、ボーラーがめちゃくちゃこれ揃えてますよね。ジャイヒー部隊とボーラーがこれ完全に割れちゃってるので、こっち側ジャイアント、こっち側ボーラーって感じ。割れちゃってるんで、全然これはですね、ジャイヒーボーラーの形ができてないんですが、まあ、なんとかなったっていう感じです。本当にね、この攻めは、褒められたものでもない。結構無理してやりました。無理してやりましたね。で、ただですね、まあ、こういう形になってくると、この、ウィズ島までしっかりターゲットが取れているのが見えたんで、あとはコウモリ流すだけっていう感じになりますね。ここのウィズ島に関しては、ロイヤルチャンピオンを当てていって、まあ、ターゲットを取ってしまえば別にコウモリにとっては何の怖くもないので、まあ、こんな形で、ロイちゃんでターゲットを取った間にコウモリを回すと。で、最後のこのウィズ島に関しては、アイスゴーレム1体持っていってます。まあ、フリーズは1個、おまけですね。で、持っていってるので、これを使ってしっかり、ウィズ島を止めていきながらコウモリを最終角まで流していくという格好ですね。で、これであとはもう、前回待ったなしまでいけるという格好です。まあ、このジャイヒーを使うときにもやっぱりまずジャイアントとヒーラー部隊、あとボーラー部隊が壁の中にちゃんと入って、その壁の中から出ないようにこう進めるような絵が描ける。まあ別にどこに進んでくれてもある程度はいいんですよ。ただ壁から出ちゃった瞬間にばらけるんで、まあそうならないような配置を選ぶってことが重要ですね。で、今回みたいな私のこの最後のこの攻めみたいに、
ばらけてしまっても、ある狭い区画にマルチ攻撃施設が密集している場合には、ばらけてもまあそんなに遠くまで行かないですから、序盤だったら行かないうちにそのマルチ施設ウィズ島とか、まあ、マルチ隕石ギガインフェルノを壊してしまって、外周残ったところをシングルターゲット施設をみんなコウモリで壊していく、まあ、要するに大砲とかアチャトとか、まあ、シングルインフェルノとか、こういうまあ一体しかターゲットしない防衛をコウモリで壊していくっていう付け方はまあできなくはないですけども、まあ無理やり感はありますよね。あの一歩間違ったら失敗しちゃうんで、まあ、本当は選ぶべきじゃなかったっていうところですね。無理しました。はい、というところでですね、スーパージャイアントヒーラーボーラー、まあ、この使い方をね、できるかどうかのそのまあ見極めポイントが少しでもあのこの動画で参考になったら嬉しいなと思います。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴いただけたら非常に嬉しいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。ぜひですね、私たち関西クラクラクラブにも皆さん遊びに来てもらえたら嬉しいです。気軽にね、ぜひ来てください。タウンホール13の方とか非常に募集しておりますので、よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。